さあ瀬野さん、はい、犯人追跡第一戦ということになりますけれどもね。まあ僕もいろいろ考えたんですけど、これはすごい、聞いてみたい。まず身長ですよね、はい、結構高かったですね、高かった。あとね、私あのモノマネということは、あの身長ということはですね、はい、ベイビーエーとかコマンドポリショイとかチャパリータアサリじゃないことは確かですね。あ、なるほどね、それなりに背の高い選手だ。あとモノマネやりましたね、はい、アジアのポーズとかね、トヨタマナミのモンスターポーズとかね、いろいろありましたね。あれ一宮正一じゃねえかなと思ったんですけど、ただ一宮にしてはちょっと線が、いや、あれは男性はないんじゃないですか。あの熊のぬいぐるみの中でダボダボしてましたよ、だって荒井の正体おめえだろ。カオルはでもタッパー背丈はありますよね、背は高い、確かに。あれ、なんか調べてますね。タライ、タライを、わかんねえようだな。おめえらにも証明してやるぜ。これでどうだ。何にわけがわかんねえ、ごめん名古屋の国際会議場の時に荒井がこんなことやったんですよ。荒井熊ね、あれ、これはひょっとしたら、それじゃお前ただの危険的じゃん。泣いてもダメ、笑ってもダメ。あきれんだよバカ。あいつ、変わるはありですか。可能性はありますよね。まず背が高いということですね、あとは、まああと結構まあプロレスラーでしょ、荒井はね、うんうん、そこそこ技ができる選手だと。ただ、はい、愛知の時にですね、名古屋大会の時はカオル選手試合やってるんですよね、さすが後だったと思うんですけど。ああ、なるほど、うん、そういう意味では、でもまあああいう格好ですから、ね、下に次の試合の格好をしてそうなっていうこともできなかないできなかないですよね。あれ一瞬ね、首が抜けたのに、用心深く含めたんですよね。そうですね、つうか、まあなんかほかむりって、なんて言ったらいいんでしょうね、なんか。でも男性ってことはないと思うんですけどね。何、なんだ、何やってんの。今のどうやんだバカ。無理だよ、きちょー。試合はとりあえず、そうですね、この二人のいつもの、強引に引き離したぞ。そしてカウントは2。何気にまあ、カオル選手はもちろんなんですけど、井端選手も丸め込み系っていうのは意外とうまいですからね。はいはいはい、なんだ、お尻がね、結構武器になるんですよね。ムーンサルトですか、これ。できるんですか、井端大丈夫ですか、怪我しませんか。ああ、そういうオチですか。カオル、人やこういう使い方もあるんだ。ただ殴るより妙に危ない感じがしますヒップアタックでカウンター2。さすがのカオルも身の危険を感じたような表情でしたけどね、はい、まあ、たまにはこう自分がどれだけ悪いことやってるかっていうのをああやってこう体感させるの、反面教師。なんだ、届いてないし、届きません。それじゃあ、あれ里村選手がやってるやつを真似しようとしたんですか ね、スタートの距離ちょっと開けすぎましたね、里村より上背はあるんですけどね。そう、さあムーンサルトの本家本元、うん、おお倒した。さあさあどうだ、カウントは2。比較的カオルはこの試合はあまり狂気使ってないですね。そうですね、はい、まあ今日はちょっと久しぶりの廣田選手とのシングルなんで、ちょっと楽しい、まあ、こういうの嫌いじゃないですからこの人は。なるほどね、あと犯人探しに付き合うとね、ちょっと楽しんでみようかなと。あれ、まあ、もし荒井なんだとしたらですね、もしですよ、はい、まあ、それなりの考えが、まあ、あるんだかないんだか分かんないですけど、あるんでしょうから、ほう、うん、あるのかな。おお、なんだ、またたきっぴぞ。でも一応なんかムーンサルトです
ですよ今ね、練習中だですかね。でもなんか下に人がいたら決まってましたよ。あの距離感とか高さとかは全く分かってないみたいですけど。だってあんなとこまで届くわけないですもんね。カード変わんでも届かないでしょ今ね。もう本当に終わり。さあ、カードはもう終わりだぞ。エクスカリバーおーっと返したぞ。カウント2。オッケー。あー、いよいよつけかというところ。さあ。感じを見せますね、見るとね。さあ、どうだ。カウント2、3回。カオル選手もだから DX で負け癖ついてますから、こういうとこ分かんないですよ。なるほどね。そのままやられ切ってしまうという可能性も。ここのとこずっと負けてますからね。何でしもあらずという。沖縄固めですか、なんかぐちゃぐちゃになってますね。ちょっと、結果的に何なんだっていう感じですけど。カウント2を何回やったか、日向さくら。あ、愛の正体も突き破られた。すまんないのかわしましたね。さあさあ、今度は何か出してくるのか。よっ、あぶねえ。外れました。そしてそのまま、さあどうだ。どうだ。カウント3です。結局このディフィックスのカオルはほとんど狂気を使わずにこの試合は勝利を収めておりますが、ちょっと洗い疑惑については灰色、かなり黒に近い灰色かなっていうような。黒に近いと言った。いや、でも分かんないな。条件は揃ってますよね。なるほどね。